今その小学校のその現場、それから中学校もそうなんですけども、スポーツ嫌い、スポーツ離れっていいますか、そういう子が増えてきてます。体育を好きになってもらうということが大事なんですけど、嫌いにさせない、それも当たり前の条件なんですよね。だからそのためには体育がどういうところが楽しくて、どういうところが体育の意味があるのかというのを子どもたちに伝えてあげる。体育でもそうですけど、いろんなものもそうですよね。できたら楽しいですよね。でそのことはみんな知ってるんですよ。ですけどやれないっていう環境があるんですね。でその時にやっぱり指導者というものは、その子たちが何度も言いますように最後まで頑張れるような応援団にならなきゃいけないんですね。評価する人間ではなくて応援団になる。私は授業でいつも考えているのは、その気やる気にさせるということです。そのかなりに自分で自立して頑張って努力したい、結果を出したいというふうに持っていっています。ですから少しでもその子にとってプラスがあれば評価します。ですから10の力を持っている子が10出す、5の力の子が5出す、その子にとって 100% 出るように私たちが指導していく。だから子どもたちにやっぱりできないから学校っていうのはあるようなイメージを持ってもらう。じゃあできるようにしてあげる。そのためには先生は何をしたらいいのか。